真夜中の果たし状、ミッドナイト熱血魔人、漆黒に染まりし闇を抱く赤き炎流だって。何それ何それ、中二病みたいな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。霞台、またなんか新たな場所、広いなぁマップ絶対迷子になるやつやん。この坂を登ったらすぐにオレンジが見えてくるから、さあさあ駆け足駆け足、元気よく行こうぜ。ゴーゴーゴー。あ、なんか落ちてる。大きなエビせんべい、やったね。あれなんか歩くない、気のせいかな。ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、でっかい神社だね、ここ通ってくの。あ、ほら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 、あれ開かんのかと。ようやくぬめりトールを手に入れた。はい、ナビワン連れてってめっちゃ寄り道したけど、どこどこ、何見えないんだけど、え、どこ行った、あれナビワン、あ、そっち、キュッピーやキュッピー、あえて奥ってこと、秋のりの家、え、そういうことかな、違う、あ、あそこ、このな、これってこと、ここに入るの。ここが俺たちの妖怪探偵団事務所ってわけさ。どうだ、気に入ったか。あ、要は自宅にある離れってことか。うんうん、なんか雰囲気ある、この秘密基地っぽい感じ、いいね。わかる、ケイタってばいいセンスしてるじゃんか。おい、アキノリ帰っておるのか。あ、ちなみにいろんなキャラの名前が変えられるって分かったけん、とりあえずごちゃごちゃになってくるけん、ケイタに戻しました名前。お主は。こんにちは、お邪魔してます、俺天野ケイタって言います。うん、アキノリのおばばじゃ、妖怪のことなら大体知ってる超ベテラン妖術師じゃ。妖術師って感じするわ。お主噂の伝説のウォッチ使いじゃろ、アキノリから話は聞いとるぞい。なあなあおばば、ケイタが元の世界に戻れるまで俺の部屋に泊まらせてもいいよね。そうじゃな、もちろんじゃ、むさ苦しい部屋じゃが自分の家だと思って気楽に過ごしてくれ。ありがとうございます。野宿しなくて済んだにゃん、おばあちゃんありがとにゃん、マジで寝泊まりできる。例の扉をこちら側から開ける方法はわしも調べておいてやる、何か分かればアキノリに連絡するわい。それじゃあまた後でな。了解です。いい感じだ、このジバニャンとウィスパー、安心感ある。ケイタの泊まる場所も決まったところで、そろそろ怪奇案件を調べてみるか。何あれ、アイドル、どれどれ。真夜中の果たし状、ミッドナイト熱血魔人、漆黒に染まりし闇を抱く赤き炎流だって。何それ何それ、中二病みたいな。なるほど、見つかった怪奇案件はどれも真夜中に起きているのか。真夜中の調査活動か、いよいよ怪奇案件っぽくなってきたぞ。はあ、でもそんな時間に外に出られるかな、親に見つかったらアウトだよね。夏目さんの親ってつまり俺だよね、それくらい全然大丈夫だと思うけどな。うっそ、お父さん心配性だもん、夜に出歩くなんて許してくれないよ。未来の俺ってそんな感じなの、なんか意外。いやまあ、子供ができたら大体の人は変わるんじゃない。いやいや大事な夏目さんの思ってのことですって。くすん、ケイタくんってば未来の世界では立派にお父さんやってるんですね。あ、っていうかさ、夜んで歩きたいんだったらバクに頼めばいいんじゃないの。バク、うっすん、そういえばケイタくん大森まで友達契約してましたね。なるほど、化けてもらうってことか。また来た来た。なんじゃケイタ、わしに何の用じゃ。さ、夜中に部屋から抜け出したいんだけど、バクの力を貸してくれないかな。はは、親の目をごまかしたいんだな。お安いご用じゃ、わしに任せておけ。そんなことできるの、本当の本当に。この世界のバクはどんな感じなんや。おやおや、疑い深いやつじゃの。まあ百聞は一見にしかずというしな、わしが直々にお主の手助けをしてやろう。ありがとう、よろしくねバクさん。ではお主の家まで案内してもらおう。お主たちの元にもバク仲間を呼んでおくからな。さあとりあえず解散じゃ。ジバニャン起きた。うんうん、お、また夏目に変わるの。
真夜中に外に出るなんてなんだか楽しみ。わかる、そういうの。僕が何をしてくれるかって、それは見てのお楽しみ。まあ前のシリーズをやっていたらわかるでしょうよ。ってことで夏目の家に帰ろう。さあそれじゃあ部屋に上がればいいんかな。相変わらずムキムキだなミッチ。はい、部屋に帰ってきたけど、あれ、いや、びっくりした。ここよね夏目の家。待って、誰に話しかければいいの。んこっちか。あれ違うな。え、どこ、上、2階、自分の部屋ってこと。え、部屋ここ、あ、違うんか。もしかしてさっきの弟の部屋。あ、どういう仕組みかと思った。はい、これで、なかなかいい部屋ではないか。落ち着いて夢が食えそうじゃわい。バクさん、夜中に外に出てもバレない方法って何なの。それはの、話しかけられたらアウトやと思うけど、こういうことじゃ。私の姿になっちゃった。いい驚きっぷりじゃの。まあでも声はそのまんま、なんかあとは喋り方だけ。お主が家にいない間はわしがここで寝たふりをしておいてやる。こんなことができるなんてすごい。ありがとうバクさん。なんのなんの。さあ夏目よ、疲れておるなら真夜中まで眠っておくといいぞ。寝る前に起きたい時間に目覚まし時計をセットするのを忘れずにな。でも大丈夫かな、次の日眠くなったらどうしよう。ははあ、それも任せておけ。人間の疲れなどわしが夢と一緒にバクバクっと食っちまうわ。疲れまで食べてくれるとか優秀。そんなこともできるのバクさん、すごい。伊達に長年妖怪やっとらんわい。さあ説明は終わりじゃ、支度を済ませてとっとと寝てしまうがいい。よろしくねバクさん。目覚まし時計を0時にセットして寝よう。そろそろ寝ようかな。ちゃんと目覚まし時計をセットしないとね。目覚まし時計をセットする。今は17時30分みたい。深夜の0時にセットしなきゃ。深夜0時。これかな？明日の午前0時まで休みますか。はい。こんな時間に目覚まし時計かけとってさ、家族反応せんのかな。おはよう、バクさん。まだ深夜じゃがの。目覚まし通り、0時ぴったりじゃ。てか、あの時間に帰ってきたらさ、晩ご飯とかいろいろないの。こんな時間に目覚まし時計なんて初めてかけちゃった。さて、それではわしも一眠りしようかの。おう。じゃ、またな、むにゃむにゃ。おう、ウィスパー来たけど。目の前で自分が寝てるって変な感じ。ウィッス。家族の皆さんもお休みのようですね。お家を出るなら今がチャンスです。うん。よーし、それじゃ、真夜中の扇公園に、レッツゴー。お待たせみんな。ウィッス。皆さんちゃんとバクに身代わりになってもらえたようですね。あんなことができる妖怪友達なんて、やっぱ伝説のお家使いは人は違うな。そうだね。うん、ケイタ君の仲間になってくれて頼もしいよ。そうかな。さあ、全員揃ったところで、真夜中の怪奇案件調査と行こうぜ。いいね、楽しいね。なんか光ったよ。あれ？ウィス？どうしたんですか、ケイタ君？他の人たちには見えてない、人じゃないけど。いや、なんでもないかも。寝ぼけてるにゃん、気をつけるにゃんよ。夏目さんが光った。え、それはやっぱりあの妖怪たちに関係があるんだろうか。気のせいだよね、だって妖怪たちも見えてないもんね。ケイタたちと合流した。うすらぬらクエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。この街にはいろんな怪奇案件が溢れている。それを解決するのが俺たち妖怪探偵団の役目だ。ネットの怪奇サイト、うすらぬらではいろんな怪奇案件についての書き込みがあるんだ。あ、怪奇サイト。ネットね。
俺がそれをチェックして妖怪探偵団に調査する。それがうすらのラクエストさ。うすらのラクエストは俺の部屋の、つまり探偵事務所のパソコンから受けられるぞ。探偵事務所まで行かなくても、クエストアプリから受けることもできるから、うまく使ってくれよな。絶対じゃあ事務所まで行かんや。あの三つってことやね、今回は。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか夜中とかに出かけるのがワクワクするっていうのがめちゃくちゃわかる。小学生とか中学生の頃でも、なんか町内会の祭りとかで、まだ暗い朝方とかに出かけるのめっちゃ楽しかったもん。